来週23日木曜日から26日日曜日は4連休です。今年は梅雨明けが遅れる可能性があり、すっきりしない天気となる予想です。夏の高気圧は北への張り出しが弱く、なかなか日本列島を覆ってきません。来週もその傾向は続き、夏らしい空の広がるところは多くはなさそうです。では4連休の天気アイコンでご覧ください。16日木曜日の段階で各地の予報では、4日間を通してすっきり晴れるところはほとんどない見通しです。23日木曜日から24日金曜日に晴れ間の見えるところがありますが、25日土曜日、26日日曜日は雨の降りやすい予想となっています。気温は西日本を中心に高く、蒸し暑くなる見込みです。夏の高気圧の動向に関しては今後も大きく変わる可能性があります。こまめに最新の情報をご確認ください。